check it out. Here we go.5000人突破記念プレゼント企画を行いたいと思います。はい、どうも皆さん、アツです。よろしくお願いします。ここからはプレゼント企画の詳細をお届けします。先ほどもありましたように、ターボーヨッピー、そして私アツ、この3名の中からのプレゼントで、どのプレゼントがいいのかを、皆様に選んでいただき、抽選でお届けしようかなと思っております。応募方法はビートライブ公式インスタグラムをフォロー、プレゼント企画の投稿にいいねとストーリーをアップしてください。ストーリーをアップする際は、ビートライブ公式アカウントのタグ付けを忘れなく。そして最後に DM で誰からのプレゼントがいいのかを送信してください。応募締め切り日は7月31日です。応募回数はお一人様1回までとさせていただきます。応募後のアカウント名の変更はお控えください。それでは抽選発表方法ですが、ビートライブ公式インスタグラムにてライブ配信を行います。ライブ配信中にルーレットアプリを使いまして当選者の方を決めたいと思います。ライブ配信の日時は8月1日月曜日8時からスタートします。お見逃しなく。さあ、それではここからはそれぞれのプレゼントを紹介したいと思います。ターボーさんは久しぶりにロケに出ているということで、それではどうぞ。はい、ということで、今日はね、新京極の三条ですねにあるここプルーフにやってまいりました。 BTTBC 5000人突破企画ということで、視聴者へのプレゼントを私ターボはここねプルーフで選びたいと思います。はい、じゃあね、中の方に行きましょう。はい、プルーフ店長のね中川君に来ていただきました。こんにちは。おだーす。はい、BTFTV のね、約10年間ね、私の衣装の方もね、このプルーフの方でお世話になりましてですね、いろいろ毎回ね、まあ僕の体型に合ったやつとかまあ都市総合の感じで映るような感じとかね、いろいろね、ヒップホップのね造形が深いんで、そのねファッション知識とかね、今日はねこの中川君にアドバイスを聞いた上で皆さんへのプレゼントを選びたいと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。実は東京でね、亀岡出身なんで、ね、そうですね、はい、実は田舎も2人ファッションセンスも抜群なんで、しっかりね選んでいきたいと思います。企画はまあほとんど日本とアメリカが多いんですけど、うちは絶対綺麗ベストどうですか。ベストこれ多分ターボーさんもちょっとウキウキする気持ちになるんですね。着てみます。後ろもメッシュになってるんで、ここがもう完全夏仕様。悪くないですね。やっぱバターはね調子よく知名度とかも上がっていってますね。インディーズレベルのブランドの中では話題性込みで、これこれとこれこれのスヌーピーとオフィシャルのコラボがこの間出たとこやって、でバターグッズが結構ジャズソウルの向きを置いてるブランドで、まあジャズマンっぽい風貌になってる。でスヌーピーのイメージって黒とかよりは薄水色、薄黄色、まあラベンダーとかもそうなんですけど、ターボーさんで L ちょっと物足りひんぐらい。いやー全然、ターボーさんジャストやと XL なんですよXL ちょっとちっちゃな、あ、返しになってきましたこの色どうですか。ディレクター的にどうですか。めちゃくちゃいいです。この色いいかな。バターグッズって結構珍しいんやけど、オーストラリアでやってる、まあ、スケートボードメインのブランド、僕ら的には困ったところが南半球っていうのかな、逆なんですよね、うん、シーズンが、はい、冬にめっちゃ T シャツ出してくるみたいな珍しいんですよね。でもオーストラリア初でこんだけ世界中でまあ呼ばれるブランド。それでは皆さん発表します。5000人突破企画、私ターボーが選んだのはプルーフからこのバターグッズ、ピーナッツコラボのラベンダー L サイズ、この T シャツにしたいと思います。私が着るときにですね、で最近みんな大きめ着ると思うんで L サイズで着たいと思います。
どうも、レディーガー、ヨッピーでーす。5000人突破プレゼント企画のプレゼント紹介でございます。私ヨッピーが紹介するのはこちら、てってれー、サウンドコアライフ P3 です。いいんすか？いいんすか？ワイヤレスイヤホンですね。ちょっと読ませていただきますね。自分のいる環境をサウンドコアのアプリ上で選ぶだけで、そのシーンに最適なノイズキャンセリングができます。すごいですね。交通機関モード、乗り物のエンジン音や走行音など最小限に抑えます。屋内モード、周囲の会話など低減します。屋外モード、外中の環境音などのノイズを低減します。音楽に集中したかったらね、すごくいい機能だと思います。イヤホン探すっていう機能もあります。ポロッと落ちて、あ、ないわないわ、メガネメガネみたいな感じでやりますけど、これもアプリでピッてやったらイヤホン自体から音が鳴るらしいんですよ。これは便利なものですね。これを使った感想でいきますと、練習とかバトルとかイベント会場行ってちょっと集中したいっていう時につけたら、結構他の音が聞こえなくなって、で本当にこう音楽に集中させてくれるんで、このライフ P3 はそういうところすごく素晴らしいと思うんで、ぜひ体感していただきたいと思います。こちらの方、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして皆さん、5000人ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、私アツからはこちら、バン、ナイキエアフォースワンでございます。いかがでしょう。なぜこちらかというと、私スニーカーがめちゃくちゃ好きなんで、特にナイキがかなり好きです。そしてこちら、ごめんなさい、僕のサイズで26センチのサイズのエアフォースワンを皆さんにプレゼントしたいと思います。よろしくお願いします。僕実際今履いてます。3代目ぐらいですかね。とても履きやすいスニーカーかなと僕自身は思うんですが、ちょっと重みがあるので、ダンサーの方で軽いスニーカーがいいなという方はもしかすると合わないかもしれないんですが、まあローカットで色も真っ白なので、通常のファッションには何でも合うんじゃないでしょうか。オールシーズンで履けるスニーカーだと思うので、こちらを選ばせていただきました。